ごめんなさい、違いますね、バルデスピンですね、バルデスピン。今ぐらいの感じ投げるよね、今一番スピードでつけてますけども、ね、今ぐらいの感じがいいですね。だから噛み合う確率がこうやっぱりこの投げ方だとどうしても少ないというのが僕の印象なんですけどね。154キロ出ています。途中からセカンドに入っているジョーダニー・バルデスピンがバッターボックス、最初の今日初打席です。これいい、外いっぱい、今のカットボールは今のいいですね、今の3球とも良かったですね、はい、やっぱり少し開き直らないと。なるほど、これカットボールですけどね、外からギリギリにストライクになってくるかと。今のいいボールですよ、はい、さああとワンアウトです。9対0ニューヨークヤンキースリード、サブウェイシリーズの第一戦です。逆に来ましたが、これもですカットボールですよ、はい、カットボールいいじゃないですかね、これ使っていけば投げれる可能性もありますから。フォークボールも持っている五十嵐です。ずっとカットボールですね。うん、そうですね、いいボールですよね。さあヤンキースタジアム、今日は4万8000人余り、今シーズン2度目の満員となりましたが、あっとレフトとセンターの間、タイムリーヒットになります。二塁ランナーホームイン、ようやくニューヨークメッツ1点を返しました。五十嵐打たれました、もったいないですね、追い込んで、まあ、勝負急いでっていうか経験があるんでね、このもう少し経験をやっぱり生かさないと、ちょっと甘いところにしましたね、まあ、ツーナッシングから投げる、はい、ボールではないですよね、ボール2ストライクから投げてはいけないボールですけどね。この後この試合は、あと30秒ぐらいですが102チャンネルで放送します。2アウトは取っていますが、これは外へのスライダー。3番途中からサードに入ったロティーノ、